産サラリーマン、オッサリーマンによるランチングタイムの時間が今日もやってまいりました。行ってみましょう。どんな感じでやってまいりましょうか。どんな感じで。そろそろあれかな。松本市大手付近を走っております。ぜひ最後までご覧いただいて、グッド評価並びにコメント書き込み、および用法用量をよくお読みで、今日は久しぶりに一歩さんですね。山賊行き行っちゃおうかな。山賊焼き、大きいのの、ご飯おもんできます。ちょっとね、ご飯は若干少ないけど、でもある、味気にもあるので、おもり大丈夫だと思います。おもりぐらいはあると思います。おもりだよね。ありがとうございます。もし、はい、ご飯ちょっと白いの子で割っちゃったんですけど、うん、チキンライスでよかったらお返してもらってもいいですよ。本当ですか。いいですか。これでよかったらお返してください。はい、チキンライスになります。どうぞ。すいません、はい、おかわりですか。いいよ、チキンライスみたいな。いいです。すいません、チキン、チキン。むしろ嬉しいです。すいません、食べます。いいえ。これって、はい、長芋の梅肉、ちょっと酸っぱいかもだね。美味しいです。よかったです。さっぱり、ちょうどいいかもしれない、ね。
じゃあ、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしますね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おぉ。いやー、食べた。はい、というわけでございまして、本日は松本市大手にあります居酒屋一歩さんの昼定食で、信州松本山賊焼き定食でございました。いやー、大きいでしょ、あの山賊焼き。ドドドンドドンですよ。で、夜も人気なんですけれども、やっぱり山賊焼きのお店として有名なんですよね。松本来て山賊焼きを食べようっていうなら、まあ外せないお店ですね。でね、大将をはじめお店の方たち、皆さんね、笑顔が素敵で親切。いやー、いいお店です。お疲れ様でした。そんな感じで、信州松本のおっさんサラリーマンが日々のランチをダラ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 配信しているチャンネルでございます。もしよろしければグッド評価、それからコメントも書き込みよろしくお願いいたしますね。今日も満腹じろ。